黒木がプリアムに打たれたツーラン、そのまま下にバット落とせば開かないからって落とせよう、こういう感じでね、トップから入っていくあの形が僕好きで、もっといって当時やはりジャイアンツさんはもう常に上昇の中での戦いじゃないですか。当時のロッテは大体5月ぐらいでもう消化試合始まるわけですよ。5月ぐらいで始まらないけどね。いやもう大体5月に大連敗して、うん、で大体もう無理ですよね。そっから会社そういう近藤さんの時にさ、はい、18連敗あの時言いたいでしょ、はい、言いました、はい、どうだったの、いや雰囲気全然選手間はない何にも、はい、なん最初はなんか勝てないよねっていう感じから、うん、だんだんこう周りがこう騒ぐじゃないですか、あの何連敗になった、うん、何連敗になった、うんうんうん、っていうのでだんだん選手たちもあれなんか全然勝てないっていうような雰囲気にはなりましたけど、うん、だからその試合の終わり間際にもう負けてるとあ今日もかっていうような雰囲気やっぱりありましたね、うん、まあでも負けが続くと本当勝つ気がしなくなるし、はい、勝ちが続くと負ける気しなくなるし、はい、あれすごい不思議ですよね。ありますね。だから自分がそう思ってるってことは、はい、多分チームメイトもみんな同じようなことを思ってるんだろうから、はい、やっぱり負の連鎖っていうのは絶対あるよね。あると思います、はい、なんか勝てる気がしなくなっちゃうと本当勝てないよねそこなんですリードしてても、はい、だからそれがもう、はい、そのよく有名なシーンの黒木がプリアムに打たれたツーラン、もうグリーンスタジアムでね、はい、あれでこれでも勝てないのかっていうのでもがっくりしたのは覚えてますけど、近藤さんは僕がジャイアンツの時に藤田さん監督になった時にヘッドコーチでいて恩人なんですよ、はい、本当に野球力を教えてくれて、うん、ロッテで連敗しているのをこう見てるじゃないこっちで、はい、はあ近藤さん頑張れ頑張れとか思いながら見てた記憶がどっかにあるんだけど、はい、バッティングですごくこう自分の中で大事にしてたものっていうのはありますか。とにかく余計な動きをしないっていうのは一番思ったですね。シンプルに、はい、だからいろんなタイミングの取り方とかそういうのはあるんですけれども、とにかく動きをもう無駄なことしないっていうのは一番心がけたですね。まあシンプルイズベストなんですけど、はい、あのそれってやっぱりこの前愛子さんとも落合さんのバッティングについてちょっと話をしたんだけど、落合さんのバッティングが一番シンプルだっていうわけですね、はい、まあ分かるんだけど体に力がないから俺たちは反動をつけたりとか余計なねじりを入れたりして力を出そうとするじゃん、はい、シンプルに打つっていうのはやっぱ本当に体幹とか肉体がないとできないよね。やっぱ力がないとっていうのはあるとは思います。できない、はい、だからひねる動作はまああってもいいとは思うんですけども、うんうんうん、でもそれも中西さんに教わったのはひねったらあのバット下に落とせっていうふうに言われました。バット下、はい、ひねったら、うん、返るじゃないですか、うん、ひねった分だけ、うんうん、ひねったらそのまま下にバットを落とせば開かないから、ね、下に落とす、はい、バットを下にストーンって落とせば、こういう感じでね、はい、ストーンと落とせばこの、こうひねってこういくわけだ、はい、もう下に落としに行ったらこうひねってこういったら開く、はい、ひねっても落とせば開かない、はい、ひねってもいいからっていう、あそういうのも教わって、それ分かりました、分かりました、はい、あやっぱりよくお前開いてる開いてるって言われてるじゃないですか、うんうん、言われる開いてる開いてるっていうからだんだん自分がこうやって開かないで入っていったら余計に開く、まあ、最終的には開かなきゃ開くっていうか、はい、めくれなきゃ、ね、回転するわけだからね、はい、うん、だからそれを言われてその時の話で、いや入れるんだったらそのまま下に落とせば開かないじゃんっていう単純に言われたんです。すげえなんか、はい、うん、分かるような気がします、はい、それをひねった分だけ振ろうとするから余計にっていうのはありました。シンプルね、はい、余計なことをしない、はい、でも本当余計なことしないと、いわゆる反動つけないと力を出せないんですよ、はい、本当に力がない人間、力がないというか、うん、プロレベルの中で強靭な肉体を持ってないとそれってなかなかできないことだと思うんだよね、うん、でも自分も岡崎さんのバッティングフォームを見ててやっぱ足上げるじゃないですか、だからあの打ち方って自分もやりたいなって取り入れたことはやっぱあります。本当に、はい、自分も足上げる方だったので、結構上げてたの、
でもまあ右と左の違いはあるんですけども、ね、あの足を上げてからこの一直線に出てくるあの感覚っていうのはすごい。左って足上げてそれこそねじって開かなくてもパンって打てる、はい、右ってやっぱ速ある程度こうめくれていかないと打てないところあるじゃん、はい、その難しさはあるよ。右の方が絶対難しいバッティングは。あ、でも右はこっちに走っていかないので、うん、あのそこまでこうこういう感じでいけるじゃないですか、うん、でも左の方はどうしてもこっちに走りに行くので、ね、でも、まあ、その部分を差し引いたとしてもあのトップから入っていくあの形が僕好きで。あ、もっと言って初めて褒められたな、はい、アイコは俺のこと褒めてくれなかったな。いやいや、あれはシンプルだなっていうのは。いや、シンプルではないと思うけど、はい、俺は結構足上げてねじれないと力が 出せなかったから、はい、その本当になんてプロレビューの人の肉体の強さとか瞬発力が多分なかったんだから、早めにタイミング取って早め、はい、たくさんねじらないと力を出せなかったから、だからムラが多かった、はい、いい時と悪い時の、うん、ちょっと疲れてくるとやっぱりちょっとこうな反応が遅くなると間に合わなかったりとかして、はい、春先はいいんですよで夏ぐらいまでなんとかいいんですよ、はい、で今年3割打てるなと思ったら9月にバターンって毎年、うん、9月になんか疲れが出ちゃうんですよね。まあ、当たり前なんだけど、うん、暑い時は大丈夫なの、はい、でちょっと涼しくなるとなんかすげえ腕がすげえ重くなっちゃう。あ、なんかね、あれ疲れがどっとこう出る感覚はある。はい、あると思います。で、まあ、日本シリーズとかのこう短期決戦になるとまた頑張れるんだけど、はい、なんかだからプロ野球プロの世界で成績を出すためにはやっぱり心技体の体っていうのがやっぱ大事なんだなってすごく思った。やっぱり体力がないとっていうとこと、まあ、そういう部分を本当有藤さんから金田さんからやはり、あの練習量の多さっていうところでは最後まで生きたのかなっていうのは。でもっと言えば東芝府中の時代の貯金がね、はい、あったと思います。プロ入り最終年に優勝するじゃないですか、はい、その時はどんな感じ。自身はあんまりもう試合に出れてなかった。もうほとんど代打代打が多かった、はい、誰がサードに入ったの？あの今楽天の監督の今江監督です。今江さんか、はい、今江監督が、あ、まあ、今そうですけど、うん、ちょうどその一軍に入ってきて、2005年の優勝の時が、高卒の3年目の時なんです。3年目、はい、でもその前に、まあ、ドラフトで入ってきてもう、まあ、ちょっと今監督っていうのもなんか変なんですけど、まあ、当時は今江って、まあ、ゴリって言ってたので、そのゴリが入ってきた時に、あ、この子がレギュラーでやっていくんだなってもう見た時に思いました。あ、そうなの。はい、やっぱ入ってきた時にすごかった。あ、もう全然、あ、俺の日じゃないなっていうのは、まあ、それは自分もちょっとこう年齢を重ねて力が落ちてるからそう思う。まあ、まあ、その部分ではもうスタメンでこうしょっちゅう出るとかっていうような状況ではなかったですけども、だから最後の年はもうほとんど、もう裏方というか選手間の中の裏方みたいな感じで、もう選手を鼓舞するとか、うん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 、そういうものを中心に、まあ、ベテランのね、はい、最後ベテランの仕事ですよ、それはね、はい、だからそういう状況でもその年は1試合も2軍の方には行ってないので、うんうん、全部試合1軍に、うん、帯同させてくれたっていうのはとてもありがたかったですね。でも分かるよね、プロの選手って、あ、こいつに抜かれるんだろうなとか、あ、これはレギュラーになるなって、プロの人がプロの選手を見る目って間違いないよね、はい、あ、これはまだまだ相手になんねえなって思う人もいるし、うん、それはあるよね、はい、俺やっぱ西が入ってきた時に同じセカンドとかポジションに行ってて、はい、あー、かなわねえなこのスピード感と思った。うん、元木には思わなかったんだけど西はやっぱスピードがあったね、はい、アスリート的な能力だね。だから自分たちってドラフトってどういう選手取るんだろうって気にならないですか、うん、当時、あんまり。でも俺たちの時は FA とかもなかったし、はい、トレードもそんなになかったし、うん、まあ、ドラフトぐらいですよね、はい、うん、まあ、どうしてもピッチャーは多くなりますけど、うんうん、同じポジションを指名したとか、うん、まあ、内野手は特にそうなんですけど、うんうんうん、え、いるのにってやっぱ思うじゃないですか、うん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 、だから結局そういうところでは刺客がどんどん入ってきますよね。それはだってしょうがない、毎年いろんな人がそうだから、はい、
まあ、それをやっぱりこう蹴散らしていかなきゃいけないので、うん、まあ、それをでも自分がレギュラーで がっちりやってる時だからそんなこと気にならないじゃん、はい、誰が入ってきてもそんなにね、まあ、そこは所詮アマチュアでしょみたいな感じっていう感じでやっぱりやってましたけれども、うん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 、でもそれが対外国人になると分からないよ、はい、しょうがないじゃん。でもセリーグは DH がないじゃないですか、うん、だから打つ人を取ってきたら守らすことになるじゃないですか、うん、パリーグはもう打つ人を持ってきたら DH でっていうところでポジションはあんまり変わらないっていうのはあるんですけど、そういう点大変だなと思っては見てましたけど、セリーグもでも DH になるよそのうち。なりますか。やった方がいいと思う、もう、はい、時代がやっぱりさ、もうやっぱり DH 制にセリーグもしていかないと、はい、もう追いつかないと思うやっぱり、うんうん、ピッチャーの打席も見なくていいじゃんなんとなく、はい、なんとなく、まあ、それが野球なんだよ、もともと球人が野球って言うけど、はい、こうもういいか、うん、っていう感じが。どう思います。あ、でもそういう DH 制のって今交流戦があるので普通には見れてますけど、うん、そのリーグの戦いってなった時はどうなのかなっていうのは見てみたいですよね、うん、交流戦だとパリーグの本拠地であれば DH、逆にパリーグがそのセリーグの本拠地行ったらピッチャーがバッター立つじゃないですか、うん、でパリーグは大体もうピッチャーが打席立つことをもう笑って見てられるんですよね、うんうん、普段、うん、見れることがないので。でもそうなるとちょっとその部分では勝負になってないですから、うん、だからピッチャーにしてもセリーグだとそのチャンス後半でいいピッチングしてたとしても点が入らなければ代打を出さざるを得なくなるじゃないですか、うん、でもパリーグはそれがないので、はい、ピッチャーのその調子自体ではずっと投げられてしまうので、うん、だからそういうところの駆け引きっていうのはもうセ・リーグ・パ・リーグ違うんですけれども、うんうん、だからやっぱそこの部分ではセ・リーグの DH もまあ見てみたいなっていうのは、うんうん、今オールフロンティアの監督を、社会人の監督を、はい、俺が最初に知ってたのはカズサマジックの時に、多分なんか俺二軍のコーチかなんかしてる時に一回練習試合した記憶があってね、はい、試合したことあります、はい、で、あ、カズサマジックにいるんだと思ったら、はい、その後スカウトになった時にはセガサミ、今のフロンティア、はい、どうですか社会人チームの監督っていうの。まあ、そのチームチームではやはり特徴もありますし、うん、どうしてもその企業の形態っていうところでも全然違うので、うん、今のオールフロンティアはもう環境もなかなかないですし、その練習時間っていうところでももう普通に企業としてやっているところとはもう全然もう違うので、うん、だからカズサマジックでやってる時はもう敷地内がもう、普通に工場もあって、うん、グラウンドもあってっていうところでは毎日午前中仕事して午後から練習、うん、セガサミは会社行かないで1日野球でも、今のオールフロンティアは週に3回午前中練習できればいいなっていう。あ、そうなんだ、はい、やっぱり会社っていうか社会人チームによって環境が違うんだ。あ、全然違うと思います。はい、カズサマジックってあれでしょ、もともと新日鉄機密だよね、はいはい、名門だよね、はい、あの松中とかいたとこでしょ、はい、あと下柳。ああ、下柳ね、はい、あ、カズサマジックって最初言われて、え、カズサマジックって何って思ったんだけど、俺の中ではやっぱ新日鉄機密っていうイメージがすごくあって、はい、新日鉄系って多かったじゃないですか、はい、で社会人チームも前線に比べたら今も3分の1ぐらいに減ってるって聞いて、まあ、当時は300以上、ね、ありましたけど、今90ないぐらいのチーム数ですね。そうですよね、はい、まあ、それ経済的なこともあるんだろうけれども、はい、やっぱりそのプロを目指すっていうだけじゃなくてね、やっぱり野球界って考えた時に、うん、はい、もうこれ以上減ってもらいたくない、むしろ増えてほしいっていうふうに僕らはちょっと思っているので、はい、今後はどうですか。今後の俺はやっぱりミスターロッテだから、まあ、社会人の監督ももちろん大事なんだろうけれども、はい、ミスターロッテだからロッテの監督をしてもらいたいなって、まあ、里崎よりも、はい、あれは1ミリも考えてないですからね、はい、ここはもう自分としてはもうロッテだけでもうずっと、うん、やらさせていただいたところもあるし、そういう、恩返しできる機会があれば、うん、そういう部分では、
戻りたいなというのはあります。ただ一度もユニフォームを着たことがないので、引退してね、引退してから、はい、ですからそういうところでは、まあ、機会が、うん、そういうものがあればというのは、うん、思ってます。あ、よかったです、はい、全く思ってませんって言われたらどうしようと思ったいやいやいや、でも正直にそうやって、はい、古巣の帰ってやりたいっていうのってすごく大事なことだと思うしね、はい、その日が来ることを楽しみにしてます、はい、これからも頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。